こんにちは、池田真子です。今日のマコチャンネルは DIY です。今回は100均グッズでこちら、コスメ収納ファイルを作ってみました。これはね、ちょっとあるシンデレラフィットを見つけて、もうめちゃくちゃテンション上がって超便利な収納法になったので、ぜひ参考にしてみてください。それではその作り方をご覧ください。マコチャンネルスタート。では始めていきます。まずはね、こんな風にすでにファイルケースとかにコスメを収納されてる方いるかもしれないんですけど、私もねこのファイルクッションファンデがぴったりで入れてみました。これだとこんな風に立てたりとかしても動いたりもせずきっちり収納できるんですけど、例えばこのファイルにこういう薄いアイシャドウとかを入れて収納すると幅があるので、立てたりとかして収納した時にこうガガって重なったりとか、中でぐちゃぐちゃにね動きやすかったりするので、そういう悩みを解決する方法を見つけました。そこで今回使うのはこちらのクリアの A4 キャリーケースと、いろんな形のクリアケースです。もうね、 DIY 好きの方はねテンション上がると思うんですけど、シンデレラフィットを見つけました。こちらね、色もいろいろあるんですけど、今回はシンプルに白にしました。で、中を開けると結構ね、高さもある大きめのファイルになっていて、これがこちらのクリアケースぴったりでした。入れます。はい。そしてこういう細長いケースも横幅がね、もう本当にぴったりでしたちょっとここに自分ちょっと恥ずかしいんですけど、で、さらにね、この上にもう一つ重ねます。このクリアケース自体も積み重ねるやつになってるんですけど、ここはね同じ大きさでもいいんですけど、ちょっと小さめのやつを2つ重ねて組み合わせます。はい。で、ここからこの蓋を閉めると、はい、こちらもしっかり蓋が閉まって、高さもねぴったりでした。もう本当にこのシンデレラフィット見つけた時は私すごいね嬉しかったです。では実際にこの中にコスメを収納してみたいと思います。ファイルのないところは高さがあるので大きめのものも入れれます。はい。では蓋を閉めて、完成です。こうすることでこういう細かいコスメとかもあるんですけど、はい、立てても全然動きません。こうしたりこうしたりとかしても全然大丈夫です。で、取り出す時も蓋を開けてこのケースごと取り外せば下のものも取りやすいし、すごく便利かなと思います。このまま横に収納しててもいいと思うし、ただでも収納できるし、ぜひ皆さんも試してみてください。いかがだったでしょうか。今回は100均グッズでこちらコスメ収納ファイルを作ってみました。入れたいものによってね、このファイルの厚さを変えたりとか、細かいものはあえて高いものを選んで、中にこういう風に収納ケースを使って仕切ったりとかするとね、本当に便利なので、もうぜひ皆さんも試してみてください。そしてマコチャンネルは毎日20時にアップしています。チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。池田セカンドもご覧ください。ということで、今回は池田マコの100均 DIY コスメ収納ファイルの作り方でした。バイバイ。